放課後演劇を習っているの。毎週木曜日にママがお姉ちゃんと私をセブン観点っていう演劇クラブへ連れて行ってくれるのよ。クラブではいろんな練習をするの。どの練習も舞台で演技するときにとても役に立つのよ。先生の名前はサニー。とっても優しい先生。練習はどれも面白くてふざけっこみたい。だからすごく楽しい。クルヤモアっていう練習で友達と絡み合ってそれからほどいていくの。結構難しいのよ。ほら、腕をねじって。演劇のクラスで一番楽しいのは、友達のフィエと一緒に舞台に上がって演技したりダンスしたりすること。すごいでしょ。私は舞台の上でパフォーマンスしたり、みんなを楽しませるのが大好き。演技が上手くなって大人になったら演劇を仕事にできるといいな。もう一回。